りゃあ、いた。第1回数学科生 N 人アンケート。何それ。これは投稿主がツイッターにて数学科生を対象にアンケートを取って、その結果をまとめただけの動画や。第1回は延べ105名のお方が回答してくださったで、ほんまありがとうございます。さて、実は第2回のアンケートも現在回答を募集しとるので、もしよろしければ投稿主のツイッターの固定ツイートから飛んでな。質問も募集しとるから、数学科生たちに聞いてみたい質問があればコメント欄に書いといてな。さて、第1回は練習も兼ねて尋ねた質問は左の4つやで。1つ目の質問、学年は。おお、綺麗に分かれたね。せやね。中でも大学1年から4年がほぼ同率なのがすごいな。2つ目は、所属大学は。この質問が答えたくない人は飛ばしてもらったで。また既卒生のお方は出身大学を回答してもらったで。さすがは京都大学多いね。全国各地のお方に回答していただいて、ほんま嬉しい限りやな。3つ目は、専攻は。まだ決まっていないお方は志望を選択していただいたで。案外解析学系多いね。それな、てっきり大数学系が圧倒すると思ったんやが。続いて各学系ごとに詳しい専門分野を質問したで。まずは解析学系のお方に専門分野を尋ねたで。確率論多いね。ほんまそれ、リアルでは全然会ったことないのはなぜや。続いては大数学系のお方に質問したで。大数奇か、大数奇か。大数系はわからんからダジャレしか言えんな。続いて幾何系のお方に質問をしたで。微分幾何と位相幾何が圧倒的だね。大数奇かも再びのご登場やな。学系を学ぶ分野は難しいねんな。最後にその他を選んだお方に質問をしたで。応用数学がいっぱいだね。あといろいろな分野をまたぐからよくわかんないものもここに投票されたんやな。さて、これにて第1回のアンケート結果はおしまいやで。ほんまに回答ありがとうございました。面白かったね。第2回の結果も楽しみだね。せやね。第2回は円周率何桁まで言えるみたいなものも入っとるから、数学科生の方はぜひ回答してほしいな。そんじゃ最初にも言った通り、やってほしい質問などがあればコメント欄にて書いてな。ではこれくらいで。おおきに。バイバイ。